ご飯は明るいうちに食べときたいので先にご飯を食べます。なんで滋賀県か帰り道かで火を使えそうなバーベキューとかができそうなキャンプ場もしくは公園を探していこうと思います。はい、火が使える公園無事見つかりました。でも到着予想時刻が7時なんで、まあ、結構かかりますね。めっちゃ近くまで行ったんですけど公園見つけれなくてめっちゃ暗くなってきてめっちゃ嫌なんですけどこのルーム。着きました。めっちゃ暗いんだけどでもやってきます。夜の公園めっちゃ心細いですが人の近くに来ました。一応用意してきたのは味噌煮込みうどんです。じゃん。では結構近くにね3組くらいいらっしゃって公園自体には多分10組ぐらいいます。みんなキャンプ楽しんでますね。そんな中私は自分で決めたルールに縛り付けられて今苦しい思いをしてますが楽しくご飯作ってきます。じゃあとりあえずお湯を沸かします。よし沸かします。食材はそんなに持ってきませんでした。ネギとじいちゃんと取った椎茸と卵と鶏胸肉の方です。これは今日登山したのでタンパク源が欲しくて胸の方にしました。温泉はいっぱいあるのに時間が合わない、ね、10時とかもう1時間後じゃん。あ、消えた。嘘やん。あと1持ってくれたの。あ、見えない。よし、では食べたいんだけど火が怖いな、これ。よし、やっと晩ご飯にありつけました。何時間かかったの。9時あれから4時間経過しました。というわけで晩ご飯いただきます。ごちそうさまでした。はい、食べたので次は温泉。どこにしたんだっけ。ちょっと待って。オッケー。ではちょっと遠いですが頑張って行ってきます。もうこの際何が遠いかもう分かんない私には。着きました。ではくつろいできます。行ってきまーす。いいお湯でした。はい。というわけで時刻は
11時47分です。もう目いっぱい1日使って旅をしてきました。まあ不自由しながらも楽しかったです。次はもうちょっと快適な旅をしたいかなって思います。ではここまで動画見てくださってありがとうございました。